パム変調の例元の信号をパム変調した信号軸、振幅軸、時間パルス振幅変調は情報信号の振幅をパルス信号の系列で符号化するパルス変調の一つである。例2ビットの変調は一度に2ビットを取り送信信号の振幅をシンボルごとに4種類に分ける。例えば0 v 零零をマイナス三ボルト、0 B v 零一をマイナス一ボルト、 0V10 を 1V、0V11 を 3V の4種類とするなど、副長はシンボル期間ごとに受信信号の振幅レベルを検出することによって実行される。パルス振幅変調は主にパルス符号変調や、最近はパルス1変調によって取って変わられていた非ベースバンドアプリケーションでデジタルデータのベースバンド伝送に広く使用されていた。特に、 300bps より速いすべての電話モデムは直行振幅変調を使用する。しかしながら、広く一般的なイーサネットコミュニケーションの規格のいくつかのバージョンがパムを使用している良い例である点に注意しなければならない。特に 100Mbit イーサネットの100ベース T には2対4線のより対線のツイストペアケーブルを利用して毎秒2 5 m スで動作する。 午後5時を利用して1 0 0 m b i S で動作する。さらに Gigabit Ethernet の 1000VST は1 0 0 0 m b i S データ信号速度を達成するために4対8000のより対戦を利用し毎秒 125MB で動作する午後5時をそれぞれののより対戦で利用する。IEE802.3、e、案企格は DS928 として知られている二次元チェッカーパターンによるエンコードである16の理算的なレベルであるパム変調のトムリソン・ハラシマプリコーデット版の 10GPS-T のためのワイヤレベルでの変調を規定しているいくつかの提案がトムリソン・ハラシマプリコーデットのあるなしにかわらず12の理算的なレベル変調または8の理算的なレベル変調ワイヤレベルのために 検討された。ありがとうございます。